ゆりこたやがです。皆さんこんにちは。イギリスに行く前と、あと実はミラノとナポリに行きました。ウォー今回は、まあ、またイベントゲストとして呼んでくれましたなんですけれども、とりあえず動画へどうぞ。バン、どうもー、こんにちは。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 できた。今はミラノのドアモの近くに、食べてるんですけど、私のね、頼んでたのはニョッキとゴルゴンゾーラチーズ、ブルーチーズを頼みました。こんな感じです。おいしそう。ちょっとちっちゃいけど、おいしそう。ゴルゴンゾーラチーズのニョッキはね、なんか普通のパスタと違って、このパスタはまずはフレッシュで、このパスタはポテトで作ってます。で、チーズかオイルのゴルゴンゾーラをのクリームの感じになってます。だからなんかなくても、実はすっごくお腹がもうパンパンになるから、結構おすすめしたいと思います。いただきます。またドアモに来ました。すごいでけでけ、かっちぇー、すげーな。で、今日はよくわかんないけど、フェラーリのイベントがあるから、みんなそのフェラーリの T シャツを着てなんかそこにいるみたいなんだけど、イエーイ、暑い、超暑い、超暑い。はい、かわいい、めっちゃかわいい子だった。今どうしたの？高校一緒だったの友達です。その前も動画もあってたんだけど、ミラノ旅で、そう、ずっと、もうずっと一緒ですずっと一緒です。おはようございます。今はセレルノに着きましたなんですけど、電車はこんな感じです。今日は準備して、明日と明後日2日間イベントのお客さんと MC を、やらさせていただきました。頑張ります。イエーイこんにちは、ユーロなんですけど、今トレミエントに来てます。で、もう6時ぐらいなんだけど、結構人が多い。メインの日じゃないんだけど、なんか今日は何日だっけ、金曜日。 I can see you。 こんにちは、サーラのファンも集めるの。すごい、かわいいファンも会いました。うわー、超みんな軽い。もう着いたばっかりでビール飲むって聞かれた。やーべー、オイタリア。ガーチ、ちょっと日本が見えますよ。ルーテ、ホーツ、あれ何が書いてるかわかんねー。すごい、ジャパンエールで書いてる。なんか足の下にだよ。すごくね。やばい。え、何が入ってる？制服とかも売ってるみたいだね。かわいい。面白い。キツネ。道場なんだろう、道場。これかわいい折り紙じゃん。すごい。こんな感じみたいです。足の下もめっちゃ面白い。すごい、かっこいい。おはようございます。今日はワンタエスポが始まりました。イイで、今回はアリサ・ボストノビッチのコスプレをやらせていただきました。鉄拳チャイナの公式コスプレアとしてすごく頑張りたいと思って、鉄拳のトーナメントもあるので応援していただきます。よろしくお願いします。
今からコンフェレンスをやりたいと思いますが、結構いろんなファンがお待ててくれてます。よし、では Obviamente OK、ちそうのコンフェレンスを神しばらしきりエンスモしばらしきりエンスモから、なんかイベント自体は夜の12時までらしいんですよ。やばい、もう辛すぎて。で、今は8時ぐらいなんですけど、みんな結構なんか賑やかで、ステージやったりとかゲームしたりとか話したりとか、なんかゲストを待ってるとか多いです。やべー。で、まあいっぱい飲んでいっぱい食べて、まあ当たり前が太っちゃったんだけど、よし、で今からピッツァを食べに行きます。イエイ。よし、アンティパスタが来ました。全部魚の料理です。いや、美味しそう。やべえ、美味しそう。で、このアンティパスタはなんかあの食べる前のものですよ。よし、メインディッシュ、パスタですか。どうね、スパイオ。あ、スパイオ。スパイオというのパスタです。あのマブスケトルと似てるんだけど、スパイオはちょっと違って、で、アサリ、トマト、プレッツェモロ、プレッツェモロなんだろうこれ、あー、バジリコみたい。とエビと、このスパゲッティはね、超太い、超太いんだけど、これが、あ、まあ、こっちの方が合ってるんですね。本物のスパゲッティ、こんな太さがあるんだ。イタリアのパスタにしま、美味しい、マッスルは当たり前だと思うけど、いただきます。But I like so much gyoza and udon. Oh yeah. And ramen. あ、そこになるからな。うん、美味しい。マジで美味しい。なるほどね。日本と違って、全くクリーミーじゃないんだけど、結構味がしっかりして、柔らかいけど、なんか、一番説明難しい。当たり前だろ。美味しい。ペンネディグラニアン。これ便利ね。もう、みんなイタリアに来てください。もう最高、これ。本当最高。ごめんね、必ず太るから、これ。おはようございます。最後のフィーダー、イエイ。結構暑くて、で、人人数がめちゃめちゃ多いんだけど、今日は MC として頑張りたいと思います。レッツゴI'm gonna go to the next one.
se questo tutto per te. In giapponese sono molto emozionata. Io sono emozionatissimo perché è la prima volta che presento con una star internazionale, Yuriko Tiger. Leonardo, grazie. Di costumi, è il mio preferito, quello di 5 stelle, la mia skill, hai un punto particolare che vuoi dare a me? Grazie Alessandro per essere stato con noi, ringraziamo anche un'altra persona che qui dietro di noi, ci sta rivedendo la nostra interprete, grazie Mario, ha potuto fare da interprete con la nostra... La videocamera è per il canale giapponese Yuriko, quindi se volete fare un saluto al Giappone... Un saluto! E andateci, ve lo consiglio per... Perché mi ragazzi? Mamma, la rete non è nana di... Ok! Grazie, Nagra! すごい綺麗、めっちゃ自然、すごいスタッフがすごい、まあ暑いやな、あ、またファッションスクール綺麗、なんか本物の修羅の中のイベントをやってるってな感じ、いいね。すごい。このアクバストップはこのアレクサンドラ、この町の一番の大きな漫画ショップだから、お店があるイメージと、その、まあ、今日はゲストとしてコスプレヤーとしていろんなグッズとか、その他のキャラクターはその本が作ってる人の、あの、まあ、公式コスプレヤーっていうか、そのスポンサー PR とコスプレヤーもやってます。おお、すごい、めっちゃいいね、これ本物ハンドメイドの、ソニックのやつもあるんだ、かわいいね、やっぱりなんか、まあどこでももそうんだけど、超エッチのフィギュアだな、これ面白い、いいね、買いたいって言っても日本じゃあの、この前このみたいなパッチの眉の中とかこのコスプレとかファッションの学校みたいな、え、かわいい、それはシティパンク、イタリアにも超大人気、日本はまだまだだけど、イタリアは、まあ、必ずスティンパンクとコスプレは一緒ぐらい、イベントとか。なんか全然そんな話ないな。Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! どうだった？楽しかった。やっぱりその違いとかわかる？そのイベントの。結構食べ物も美味しかったし、結構雰囲気、コスプレのイベントの雰囲気もすごく楽しかったなんですけれども、皆さんはどうでしたか？ぜひコメントしてください。あとはいいねもして、チャンネルを登録もよろしくお願いします。またね！ありがとう！バイ！グラッツィー！